出るとビズ匿名を希望する妊婦が病院にだけ身元を明かして出産する内密出産について政府は30日、医療機関や自治体の対応方法などをまとめたガイドラインを公表しましたガイドラインでは、母子の生命・健康の確保を最も尊重すべきとして医療機関から通告を受けた児童相談所が 特別養子縁組制度などの支援の調整を行うことや市区町村が戸籍を作成できることなどを盛り込んでいますまた子ども自身の出羊を知る権利に応えるため受け入れた医療機関に妊婦の身元情報を保管することなども求めています内密出産をめぐっては国が把握している分ですでに熊本市の自警病院で5件の受け入れ事例があり 病院や熊本市の要望を受け、国が対応方針を明確にした形です。居場所のない妊産婦等に対する妊娠時から出産後までの包括的な支援、さらには子供を育てられない場合に利用できる特別養子縁組制度の利用の周知まなど、ま予期せぬ妊娠をした妊産婦等への支援の充実をしっかり進めていきたい。